M1874 ホチキスリボルビング、キャノンホチキスが手掛けた 37mm 多方針法、ベンジャミン・バークリーホチキスは、アメリカ合衆国出身の重機設計者。1826年、コネチカット州、ウォータータウンに手生を受け、幼い頃に、シャロンへ移る。彼は、父親の機械工場で経験を積み、1850年代からは、ハートフォードにて、 重機構となり、コルト製のリボルバーやウィンチェスター製のライフルを製造した。南北戦争終結後、アメリカ合衆国政府は、兵器の新規調達への関心をほとんど失っていた。1867年、ホチキスはフランスへ移り、ホチキス社として知られる弾薬工場を創業した。工場は当初、ロデーズからほど近いビビエにあり、その後パディ近くのサンドニエ移った。 この頃、彼は、新型の重心回転式機関砲を設計し、この砲は、彼の名を取って、ホチキス砲と呼ばれた。ホチキス砲は 37mm から関西用の 57mm まで4種類の光景があった。ベンジャミンホチキスは1885年に、パリで死去した。しかし、その後もホチキス社は存続し、新型の空冷式機関銃を設計した。この機関銃は、 ホチキス機関銃と総称され、第一次世界大戦では、アメリカやフランスをはじめとする各国の軍隊で広く使用された。つままりアビッセルホチキスは、後にシャロンでホチキスを記念して、ホチキスライブラリーと名付けた図書館を創設した。レイクビルのホチキススクールも、ベンジャミンホチキスを記念するために、彼女が出資したものである。ありがとうございます。